皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日はバルクアップのための6つのポイントをご紹介したいと思います。今からお話しすることは、何か特別なことっていうのは一切なくって、基本的な規則正しい生活みたいなのをイメージしていただいて、それにプラスアルファというような感じになります。でまず1つ目、増量の基本なんですけれども、エネルギー収支をプラスにするというところです。2つ目が、血色をしないで、3つ目、炭水化物とタンパク質をしっかりで、4つ目、脂質を上手に使う。5つ目が、トレーニング後の、タンパク質と炭水化物をしっかりとる。6つ目がしっかり睡眠をとる。この6つが、バルクアップのための基本になります。ポイントの1つ目なんですが、エネルギー収支をプラスにするというところになります。これが何よりも増量バルクアップのための基本で、エネルギー収支というとちょっと難しい言葉になってしまうんですけども、エネルギーの消費量よりもエネルギーの摂取量を多くするっていうことになります。基本的にはご自身の消費エネルギー量にプラスの500カロリーから1000キロカロリーをプラスで取っていただくといいというふうに言われています。これは運動強度が上がれば上がるほどエネルギーの消費量が増えてきますので、ハードなスポーツですとかトレーニングを日々されている方はかなり意識して食事を取らないといけないということになります。エネルギーの消費よりもエネルギーの摂取量を増やす、これがバルクアップの基本の1つ目です。で2つ目、血色をしないです。もう本当に基本で、まずは1日朝昼晩の3食をしっかり食べる、これが何よりも基本です。バルクアップをするのであれば、これだけ1日3食だけではちょっと物足りなくって、それにプラスでその食事と食事の間に補食といって、おやつなんですけれども、スポーツ栄養では補食というふうに言います。3食の食事以外に軽い軽食ですとか栄養補給をするタイミングをしっかり作るっていうのがポイントになります。でこの補食では食事をしっかりとる必要はなくって、おにぎりだったりだとか、バナナを1本食べたりだとか、あとプロテインを飲むでもいいと思います。1日3回の食事以外にしっかり栄養を取り入れるっていう時間を作るのがバルクアップの基本になります。これが2つ目の血色をしないっていうところになります。そして3つ目、炭水化物とタンパク質をしっかり摂りましょうということになります。普段筋トレとかトレーニングとか体作りを意識して日々されている方はタンパク質はしっかり意識して摂っていると思うんですけれども、バルクアップ、体を大きくするためには、タンパク質だけ摂っていてもダメで、筋肉を大きくするためにはですね、エネルギーとなる、炭水化物も必須になってきます。でどちらかというと増量においてはタンパク質摂取量、これは1日、体重かける 2g ぐらいが、望ましいとされているんですけれども、そこは基本で置いておいて、それ以上にエネルギーの摂取量をしっかり増やすことが大切というふうに言われています。なんですけれども、何でもかんでも食べればいいというわけではなくて、その内容質も大切になってくるので、炭水化物をしっかり増やすというところが、体作りバルクアップの基本になってきます。で炭水化物を増やすっていうと、ご飯の量を極端に増やすっていうようなイメージを持たれがちなんですけれども、もちろんそれでも間違いではなくて、主食になるご飯をしっかり食べるっていうのも大切なんですけれども、なかなかそれ量が毎日食べれないっていう方もいらっしゃると思います。そういう場合は、私がおすすめしている一つの方法では、汁物に、春雨ですとかお芋、じゃがいもとかさつまいもとかをプラスして、その分炭水化物を補うことができるので、そういった汁物の活用も一つのおすすめの方法になります。
で、バルクアップのポイント4つ目、脂質を上手に使うということになります。前の動画でもお話ししたんですが、どうしても悪者というイメージ持たれがちな栄養素だと思います。なんですけれども、 1g あたり9キロカロリーというとっても効率のいいエネルギー源になりますので、バルクアップ、摂取エネルギーを増やすっていう際には、脂質を組み合わせることで摂取エネルギーを増やすことができるので、脂質を上手に使うというのもバルクアップのポイントかなと思っています。何でもかんでも油なら取っていいというわけではなくて、なるべく良質な脂質を意識して取っていただくといいのではないかなと思います。例えば中鎖脂肪酸ですとか MCT オイルですとか DHA、EPA なんていうのもありますけれども、そういった良質な油を意識して取っていただくのがおすすめです。で、5つ目、これがトレーニング後の栄養補給として、タンパク質と炭水化物をしっかり摂るというのがポイントになります。トレーニング後は皆さんご存知の通り、筋肉の合成速度が高まっていますので、そのタイミングでの栄養補給というのはとっても大切になってきます。で、そのタイミングで摂ってほしいのがタンパク質と炭水化物です。これは体の回復リカバリーという面でも非常におすすめでして、炭水化物3対タンパク質1の割合で摂っていただくのが理想的というふうに言われています。例えばトレーニング後のプロテインを飲むタイミングがあれば、バナナを1本プラスしたりだとか、トレーニング後のプロテインをフルーツの果物のジュースで割ってみたりだとか、あとはマルトデキストリンみたいな糖質のサプリメントも数多く出てるので、プロテインにそれをプラスしていただくような取り方もおすすめです。あとはコンビニで買える肉まんですとか、鮭のおにぎりとかを取り入れていただくのもいいかなと思います。6つ目が、睡眠をしっかりとるということです。基本的には7時間以上しっかり睡眠をとるのがおすすめだというふうに言われています。まあ、寝る子は育つというようにですね、大人になったとはいえ、しっかり睡眠をとって体を休ませることができているか、そうでないかでは筋肉の成長ですとかバルクアップを目的としているのであれば、その時間は非常に大切になってきます。なのでできれば7時間以上の睡眠をしっかりとるということがバルクアップの上では大切になってくると思っています。で、ちょっと基本の話に戻るんですけれども、バルクアップという一口に言ってもただ単に体重を増やせばいいというわけではないと思います。私は個人的にはですね、体重を減らすことよりも、筋肉量を増やしてバルクアップする方が難しいと考えていて、ただ単に体脂肪をつけて体重を増やすっていうのはちょっと簡単なんですけれども、そうではなくて、バルクアップっていうのは体重の中の体の組成が大切になってきます。というのも、体重と一口に言っても2つに分けることができまして、女脂肪体重と、体脂肪、この2つに分けることができます。で、バルクアップにおいてはこの女脂肪体重を増やすことが大切になってきます。女脂肪体重っていうのは、体の中の、筋肉だったり骨だったり血液ですとか臓器もこの女脂肪体重に入ってきます。体脂肪ではなくてこの女脂肪体重を増やすっていうのがバルクアップの、難しさでもあり、大切なことなんですけれども、一概に体重を増やすんではなくて、この身体組成が重要になってくるということもしっかり覚えておいていただきたいなと思います。で、ここまで、バルクアップのための6つのポイントをお話しさせていただきました。簡単におさらいすると、ポイントの1つ目がエネルギー収支をプラスにする、2つ目血色をしない、3つ目、炭水化物とタンパク質をしっかりとる、4つ目、脂質を上手に使う、で5つ目がトレーニング後の栄養補給をしっかり行う、これは、炭水化物とタンパク質を意識してとることがおすすめだというふうにお話しさせていただきました。で、6つ目が、睡眠をしっかりとる、この6つをしっかりと意識していただいて、バルクアップって短期間で成果が出るものではないと思ってるので、長い時間がかかるものではあるんですけれども、規則正しい生活としっかり意識した栄養補給がバルクアップの鍵になってくると思いますので、この動画を見て少しでも参考になったら嬉しいなと思います。では本日は、バルクアップのための6つのポイントについてお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。